アンカリング効果。アンカリング効果ってどういうことかというと、人がね、最初に受け取った情報を元に意思決定を行うんですね。問題出します。実験がありました。こう食器を見せてね。質問ですと。この食器はフランスのアンティークです。現在の評価額は20万円より高いと思いますか？安いと思いますか？みんなね、20万円ぐらいの金額を言うんですよね。多く言っても20万円とか。20万円がアンカーポイントになってるんですよ。でもほんまはこれ300円です。ほんまから答えない。その勘違いを生むのがアンカリング効果の凄さ。人間って判断を迫られた時に何らかの基準を求めるんですよ。何かと比較するんですよね。背景にそんなストーリーがあるのとか、価格同様にね、それもアンカーになって他よりも高い値段とかで納得しちゃう理由になるんですよね。